皆さんこんにちは、トフチのさかなです。大木です。ゆうすけです。はい、ということで、もう30歳、やばいという企画でございます。なんか新しいですね。バカみたいな。バカみたいな企画なんですけど、あの先月もうすぐ30歳という企画やりましたよ。はい、結構視聴者さんからも反響いただいて、そうですね、はい、嬉しい反面、あの私30歳になっちゃいました。おめでとうございます。やばい、ありがとうございます。30歳おめでとう、はい、ありがとうございます。ということで、あの30歳やばいんですよ。やばい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 。僕らまだ28なんで。28で9になる代と、ね、なる代です。まだ1年やばくないわけですね。やばくないわけです、ね、余裕の表情で見てますよ、こうやって。いや、なっちゃったんで。あー、やばいやばいおっさん、やばいに、やばいおっさん、マジおっさんですね。視聴者さんも多分いる。なのでちょっと30歳何がやばいかというところを改めて振り返りつつ、25歳から30歳までちょっと私もいろいろあったわけですよ。なるほど。じゃあ改めてちょっと供養しておこうと、おー、はい、いう企画でございます。なるほど。供養しつつ学びにもなるというか、はい、まあ、その時々の葛藤とどう解消したかみたいな話ですね。確かに。はい、ということで、あの特集ではこんな感じでキャリアアップに関する情報ですとか転職に役立つ情報を発信してますので、あの今固定コメント概要欄から転職対策4大特典受け取ります。あとはキャリア相談もやっておりますので、ぜひ無料で申し込んでみてください。お、なんか今日面白そうな企画ですね。ちょっと今日はガヤお願いしますよ。ガヤで、はい、あの20代供養してください。これは何ですか。これは実はフリップ用意してきました。はい、早速、はい、行きたいと思いますが、まず30歳の何がやばいかってことですね。はいはいはい。確かにあんまそんなピンとは来ないですよ、ね。はい、でもなんか30ってやばそうな雰囲気ありますよね。もう30だっていうのは。もう30っつって、やべえ、うんうん、もう少しだと思わん。うん、まあ確かに思うけど、まあでも、まあでもまあ大丈夫と、ね、28の余裕が。はあ、いや30歳やばいんで。何がやばいか、いきますよ。はい、はい、1個目、まず見られ方が変わります。本当に、はい、30になっただけで見られ方変わるんですよ。で2個目ですよ、あのがむしゃらに何かやれば何か見えてくるっていうのが完全終了します。もうそんな変わるもんです。20代もうなんか一生懸命この仕事やってれば見えてくるだろう、もうちょっと終わった感あります。もう30になった途端。いや確かに結構僕この2つで思うタイプなんで近づいてますよ。気合でやっときゃなんとかなるでしょみたいなのは、はいはい、近づいてきますから、うんうん。で3つ目ですよ、あと30年以上働き続けることへの不安と。あ、これね、やっぱ考えるんですね。30歳という数字、もうたかが数字ですよ。なんだけど、うん、なんか60歳まで働く、あれ、あと30年ぴったり働くのあれみたいな。まあ確かに確かに確かに。なってきますと、まあ、これがちょっと僕が感じた30歳になってちょっとやばいなと感じたことです。はい、まあ、結論これは感じながら20代がどんどんこう30歳に近づいていって今なっちゃったわけなんですけど、ちょっと25歳からちょっと改めて、はい、振り返っていきたいなと思います。順番に相良さんの人生が振り返れるわけですね。そうです。30歳の目線から。そう、意外と新しいなこれ。いろんな葛藤がありましたんでいきますよ。はい、25歳何があったかと。リモートワークで堕落、はい、キャッチフレーズ、はい、らしいならしいな。リモートワークで堕落しましたと、はい、もう僕はあの24歳で新卒1年目なんですよ。でそれが終わって、で、25歳でもうリモートワーク爆誕みたいな、世界に爆誕みたいな、うんうん、もう絶好のチャンスですよ、こんなサボり放題じゃないですかみたいな。やばい、サボり放題だよ。確かに。そう、ちょうどコロナ前、はい、コロナになったんですよね。コロナになってリモートワークになりましたと。で発生したイベントなんですけど、コロナ禍で完全リモート、うん、うん、上長からの手離れで完全に自由。まあ新卒それは確かにな。確かにね。でとりあえず目の前の仕事をこなすと、はい、もうあの3拍子でございますよこれ。これ結構これあるあるなんじゃない、この、うん、この19卒、うん、20卒世代。いや、あると思います。そうですよね、なんか出社して楽しいイベントとかもないしみたいな感じで、うん、でどんな心情になるかっていうと、まあ、とりあえず、まあ、副業も本業も将来何が残るんだという気持ちになってくるわけですね。なんかなんとなく仕事もやってるなみたいな、うん、で副業 YouTube もやってたんですけど、なんとなくこなしてるなみたいな、なんかそんな感じになってきます。じゃあその時副業の YouTube も十何万人いたわけですよね。確かその時8万人ぐらいですよね、うん、いましたと、はい、でまあ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 、まあ、ぼちぼちやってるし、まあ、本業もなんかリモートワークでちょっと手放れしてなんかぼちぼちやってるしみたいな、うん、なんですね、目標なしみたいな、順風満帆、まあ、順風満帆にちょっとなんかゆるふわライフみたいな感じになってきて、ゆるふわっすね。そうです。でここで一応対処として、まあ、転職も考え出すわけですね。でちょっと考えてエージェントと面談したりしょ、やってたんですね、はい、で副業のコンテンツもちょっと このままじゃまずいということで、なんか今のスタイルに全部刷新したりとかしたわけですね、はい、大学生あるあるからそうガジェット系に変えましたと、はい、大人になりましたよね。大人にちょっとなっているんですけれども、まあ、あの問題がちょっとこのエージェントと面談ってところなんですけど、はいはいはい、僕相談はしたんですけど、何回言ってもですね、僕をデザイナーだとあのエージェントの方が思い込んで滝のようにデザイナーの求人を送ってくるとポンコツなんでなんですかね。おかしいなって
ストですよね、はい、マーケの広告代理店です、ね、マーケなんすけどねみたいな、デザイナーだと思われてたと。であの転職活動終了ですね。なるほど、はい、デザイナー求人を大量にゲットして、大量にゲットして、はい、終了したわけですね。相談相手間違えました。で、次26歳になりますと、はい、で1年経ちまして、新卒2年目、キャッチフレーズ2年目、はい、キャリアアップ微増。おお、微増、微増、微増上がったんですね。微増ですね。で発生したイベントなんですけど、まあオプトから LINE 転職して、まあちょっとやってること正直あんま変わらなかったんですよ。でまあ一応ですね、まあ心情としてはもうあの LINE に行ったんだけど、あんまやってること変わらないと、はい。まあだがしかし、なんとなくこう LINE って母体でかいじゃないですか、うん、でサービスもでかいんで、なんか将来できることは増えそうだなみたいな。良さそうですけどね、うん、まあ、うん、でも同業種転職だとやることあまり変化しないのは結構あるあるかなと思うんですけどね。そうですよね、うんうんうん、そう。だから僕はなんか夢の世界に行ったんじゃないかと思ってたんですけど、なんかやってることあんま変わらないみたいな。確かに転職する前は劇的な変化がある気がしてますよね。そうですそうですそうです、うん、そうなんですよ。夢のように思ってたんですけど、まあちょっとなんか実態はまあ違ったというか、まあもちろんあの役割はあって、まあ、大企業なんでそれはそうですよねみたいな感じで過ごしていきますし、まあ、環境も最高なわけですよ、うんうん、ホワイトだし、超ホワイトですよね、定時で上がるし、みんな優しいし、でも本当に今でも大好きなんですよ、あの LINE 大好きです大好き、急に、うん、めっちゃ怪しくなってきたけどで対処なんですけど、はい、出てきました、こなすってやつですね、はい、またなんかちょっと喋ると似てますね、はい、また戻ってきたんです、このこなし領域に戻ってきました、はい、でこれが26歳だったわけですけど、27歳になりますと、これが4年目ですかね、はい、これがですね4年目ですね、ちょうど4年目になります、はい、27歳が、はい、キャッチフレーズ、急に風呂が急に広がる人脈、急に広がる人脈、この画面越しに見てるから何にも言えない急に広がる人脈ですね、はい、で、まあ、一応発生したイベントとしては、おお、茶がついてますね。そう、まあ、こんな感じですね。YouTube ちょっと絶好調になってきまして、ショート動画ちょっと伸び出しますと。おお、はい。で、まあ、いろんな人と実は毎日飲み歩くんですよ、ここから。はい。今まで全然誰にも会ってなかったんですけど、急にあの飲み歩くようになって、なんかちょっと人脈広がった感覚があったんですけど、結論、心情としては、なんか会社員ってやっぱすげえなって思って、意外な展開もあって。はい、確かになんかこの流れってフリーランス経営者 YouTuber だったら自分もそっちの道に生きていこうってなりそうですけどね、はい、うん、でも僕は改めてこう会社すげえなと思ったんですよね。でこれが一応背景としてはなんかまあ自分のスキルで生きてる人もすごいけど、なんか社内で仕組みの中でちゃんと働いて出世できる人ってなんかその働き方の正解なんじゃねって思って、おお、なんかそれすごいなみたいな、なんか意外とこういう話聞いてないかもしれない、うん、でも面白いですね、はい、なんで人間としてまっとうみたいな、どういうことですか。あ、そうです、人間としてまっとうもあるし、あと社内政治ってまあ どう頑張っても会社作ったらあるじゃないですか、はい、それもまあ生き抜いているし、あとスキルとしてもこれが正しいんですよって言われることをちゃんとこなして出世しているっていう、うん、まあ、つまりは学習能力高いし、あとは生き抜くスキルもあるし、人間性もあるし、これすごくねみたいな、なんか一周回って思ったんですよね。確かにフリーランスより会社員の方が人間性は良さそう。おい、おい、いろんな人で聞きました。やめろ、トゲあるぞ。びっくりしたよ、代わりからとんでもない爆弾が。すごい爆撃がありましたけど、まあまあまあ、まあ、僕もなんかちょっとこう思ったわけですよ、会社すげえなって。でもちろんそれを束ねてるその自分でね、あの経営してる方とかもうそういうのはもちろんすごいですよ、うんうん、ただあの会社員も改めてすげえなと思いました、うん、で僕はですね、まあ、一応あの対処としましてはですね、まあ、あの会社員として軸足を置いて、まあ、このままですね、まあ、自分にできることを増やしていこうという選択をしたわけですね、うん、はい、キャリアアップを目指すならトップ中転職、現在トップ中では無料のキャリア相談を受け付け中です。こんな経歴のキャリアのプロが自己分析から面接対策まで1対1でご支援します。ご応募は概要欄の公式 LINE から、数には限りがあるのでお早めに、皆さんのご応募をお待ちしています。で次28歳になります。おいよいよ、いよいよ、ね、いよいよ、いよいよ迫ってくるわけですけど、これ社会人確か5年目です、ね、5年目ですね、5年目、5年目、キャッチフレーズ、新しい経験とスキルの模索ということで、おー、ニューに、まあ、会社員に軸足を置きながら自分にできることを探したいなみたいなフェーズに突入していくんですけど、一応発生したイベントとしては、まあ、EC ショップ作ったりとか、うんうんうん、あとあの自分で今着てる T シャツ作って売ったりとか、なんかいろいろ始めたんですよね。であのそんな中で一応スタートアップ何社からこうお声掛けいただいて、こうなんかちょっとこれも新しいなみたいな、あ、うん、スタートアップって道考えたことあったなみたいな、うん、とかとかとかいろいろ模索し始めます。で最後にちょっとこれでかいんですけど、あの周りがちょっとずつ結婚とか出産とかしだすんですよね。それはどういう影響があるんですか。
これは焦りっすよね。いろんな意味での。あれライフステージ進んでねえぞみたいな。あれみたいな。うんうん、で、まあ、一応心情としては、あれ今自由なうちに転職した方がよくねみたいな感じになってくるんですね。はい、まあ、会社員として軸足は置くんだけど、ちょっと新しいスキルとか得ないとこのまま衰退していくのではないか自分みたいな。うん、いやでもこれあるあるだと思うけどな、周り見てても。うん、ですよね、うん、これ結構でかいですよね。結構これ今チャンスなんじゃね？そうです、はい、読み短いんじゃないか説が出てくる、出てくるわけですよ。はい、コウキさん先月出したコンテンツ覚えてます？30歳なんて言いました？30歳転職の壁、壁ですよ、壁。壁あるよ。なるほど、そう自分で言ってた、やべえ壁迫ってくるぞみたいな。確かにな、うん、ライフステージっていうのもありますよね。そうです、うん、あると思います。もうあの年齢って転職あんま関係ないんじゃねとか思ってたんですけど、ライフステージって観点で見るとめちゃめちゃ関係あるなって思ってきて。確かに、うん、はい、取れるリスクの量も違いますからね。そうですよね。なので自由なうちに動いた方が良いのではと。その時の対処がですね、まあ、向いてない仕事をしている時の絶望感もあって、まあ、一応転職もね具体的に考え出しましたということですね。うん、まあ、ちょっとあのいろいろなきっかけもあって、当時やってた仕事があんま向いてなかったので、まあ、ちょっと転職したいなっていう気持ちも後押ししてきたということですね。でついよいよ、はい、29歳、我らの年代ですね。はい、はい、ついに来ました。29歳になりまして、キャッチフレーズこちらでございます。はい、野球やめでベンチャーへ。よっちまよい。あ、やっちまった。やっちまってないですけど、やっちまってないですけど、はい、特殊加入しましたと。はい、はい、いうことですね。まあ発生したイベントは分かりやすいと思いますが、はい、特殊への転職ということで今特殊にいるんですけれども、あの29歳になった途端にあのサスケさんから声かけていただいて、まさにあの後ろから刺されたようにですね、私もお確かにみたいな、なんか電気が走ったわけですね。ちょっと YouTube の話しようやって言われたんですよ。YouTube の話しようや。採用じゃねえか。30分経ったらところでミッションビジョンがミッションビジョンバリューが語られ、 YouTube かなこれは、あれあれあれといううちにですね、まああのまあ、私はあの悩んでましたんで、ちょっと今自由なうちに転職した方がいいんじゃねというのもありましたし、いろいろ選択肢は見たんですけど、特殊への転職を決めたと。まあ、心情としては、まあ、本業も副業もどっちも頑張りたい、うんうん、なんかスキルとか実績で自分を語りたいなみたいな、なんかそんな感じの思考になっていましたっていう感じですね。うん、はい、まあ、背景としては一応会社員ではありたいんですけれども、まあ、その中でも自分って何をやってきたんだろうとか、スキルは あるのかとか、なんかどういうことができますか、なんかそういうことを語りたいというような気持ちで転職しました。で、頑張ってます、はい、大将頑張ってますそうですね、頑張ってますということで、はい、ちょっとあの大企業の時はちょっとゆるゆるね働いた側面もあったんですけれども、まあ、もちろん頑張ってますよ、頑張ってますよ。どうです、はい、頑張ってますか。あ、ね、頑張ってるんですよ。あ、頑張ってるんですよ。そう頑張ってるんですよね。ボキャブラリーねえのかよ。頑張ってます、3回言って。頑張ってますよ。いい会社だ。想定外だった。想定外。まさか、モチベーショングラフゼロで入ってきた人間が、ちょっと頑張り出すみたいな。頑張ってるんですよね。ちょっとね。で、30歳になりました。あ、ついに、はい。30歳どうなるかというと、はい。あ、やっぱりおあるんですね、やっぱり常に感じる焦りですよ、やっぱり。まだ30歳に なる前、なる1日前となった後なんか変わるかなと思ってたんですけど、ちょっと変わるんですよね、やっぱやべえみたいな、やべえっつって、ね、ちょっと変わります。いや、意外と変わる。で、これが、まあ、一応発生したイベントとしては、まあ、小規模ならではの自身の成果が業績に直結しやすい環境に楽しくも焦りを感じるということで、確かにこれはありますよね、はい、ありますね、やっぱり。これはまあ、30歳だからってわけじゃないですけど、まあ、特にベンチャーとかスタートアップとかだと、なんか自分のこう持ってる仕事の影響が全社に及ぶ影響でかいじゃないですか、大企業より。当然そこは焦り感じますよねと。で、拍車がかかって、まあ、30歳やばいって冒頭申し上げたところも掛け合わさってちょっと焦ってるって感じですね。うんうん、はい。で、まあ、心情としては僕結構楽しくて働くことはね、毎日なんかスマホでなんか成果確認するみたいな、YouTube スタジオをね、我ら全員やってますから、それやってますからね、はい、とかあとはなんか成果上がってるかな、 CV 上がってるかなみたいなとかね、こう見たりとかしてるわけですけれども、まあ楽しさは感じてるんですけど、まあスキルは俯瞰して見続けないといけないよねみたいな焦りがやっぱり出てくるんですよね。さっき冒頭申し上げました、うん、あと30年生きていくみたいな時に、30年生きていけるスキルってなんだみたいな、まあ確かにな、結構これ難題だと思ってまして、そういう書籍も流行ってますしね、転職の思考法とかライフシフトとか、はい、はいはい、
というのがあるので、まあ、残り30年っていうのが見えた途端に急になんか数たかが数字ではあるんですけどちょっと焦り出すみたいな。大丈夫でしょう、30年後ここに立ってるんで。わあ、またやってんのかずっと長い20から60年だ5時間ぐらいの動画で5時間ぐらいの長編動画でちょっとロング動画でやってるわけですよ。まあそんな感じで今、対処としてはもっと頑張ろうということですね。はい、なるほど。はい、もう頑張るの具体はこれから詰めていかなければいけませんが、もっとなんか自分がやれることを増やしていこうというような状態でございます。はい、こんな30代になりました私。ありがとうございました。ありがとうございます。どうですか28歳代表、じゃあゆうすけさん。そうですね、な結構その変化を求め始めたタイミングがターニングポイントだったんだろうなと思って。あ、そうですね、確かに、はい、その時に多分目的を持ってスキルをつけるぞとか、うん、誇れる仕事をしたいっていう目的を定めたから、こういろんな今いい方向に持ってこれたのかなとは思いました。はい、正解です。ありがとうございます。結構クイズだな最後、はい、感想じゃなかった。はい、じゃあコウキさん。そうですね、いやなんか今の30のこの時点ってきっと25歳の時には想像してなかったものなんだろうなと思っていて、おー、そうです、なんかやっぱ一個のこう出会いとかきっかけで大きくキャリアって動いていくんだなっていうのを改めて思いましたね。あー、正解です。あら、はい、正解です。クイズなんですよ。はい、もうあの今ありました通りですね、やっぱり逆算しないとちょっとなんかこう不安になってくると、はい、30歳で感じる焦りも60歳までこれをやるんだって全部決まってたら多分焦んないと思うんですよね、そんなに。そうですね、1社目の時とかはもう2社目の最初も目の前のことをこなすって書いてありました。そうなんですよ、なのでその状態だとちょっと将来不安に感じるっていう状態になると思うんですよね。相良さんの場合結構目の前こなす期間が長かった。長かったっすね。そうですね、はい、何回か3ぐらい働いてますもんね、3年3年ぐらい。そうですね、はい、なのでもうずっとなんかこなし期間を経て何が残ったんだとか、なんかそういうのを考え出すわけですね、今大丈夫かみたいなとか、でそれで転職に至る人って結構多いと思うんですけど、はい、そういう時なんか僕どうしたかっていうと結構人に相談したんですよね、うんうん、視野を広げたというか、はい、なんか自分にない選択肢を持つことで割とあの不安の解消じゃないけれども、なんかこういう選択肢もあるなら自分もやっていけるかもしれないみたいな気持ちになりました。確かに飲み歩きって言ってましたもんね。そう、そこ結構天気ですよね、相良さん。意外と結構あの飲み歩いてはいたんですけど、楽しい反面結構勉強になったなって思ってまして、うん、いろんなこうなんか人の働き方見たりとか、はい、スキルを見たりとかしたんで、なんかそういう意味でちょっと特殊でキャリア相談やってましてですね。そういうことか、そういうことか、はい、じゃあみんなで飲みに行こうって話してます。違う、はい、まあ、飲みに行くももちろん大事なんですけど、あの誰かこうプロの人に相談するとか自分より視野が広い人に相談するっていうのはめっちゃいいことだと思いますと、はい、なのでぜひ固定コメント概要欄からキャリア相談申し込んでみてください。こういう人生相談っぽいライフステージをこう考えるだったりとか、うん、キャリアを考えるっていういい機会になると思います。確かに無料なんで飲み会より安い。あ、そうなんですよ、無料なんですよ。おかしくないですか、これ強いんですよね。僕学生の時って先生に無料で相談できたなって勝手に思ってるんですけど、あ、なんか社会人になったらちょっと飲まなきゃいけないとか、なんか飲み会が支出されますからね、はい、そう、まあ、なのでちょっとぜひ無料の機会なんでね、あの相談してみてくださいということで、固定コメント概要欄、LINE から登録してみてください。まあ30分から1時間ですよね、初回面談。そうです、ただですよね、しかもオンラインでやるしかないですよね。確かにやんないのがもったいないかもしれないですね、はいはい、で浮いたお金で飲み会に行ってください。飲み会に行ってください、ね、はい、はい、ということであの視野を広げるのは大事という回でございました。いやでもなんかやっぱ今お話聞いてたと思ったんですけど、募集やっていく中で思うのはやっぱ25から30歳の結構キャリアパターンってあるなと思ってて、その中でトップ社のキャリアアドバイザーこのパターンを熟知しているメンバーなので、なんか皆さんのお悩みに合わせてじゃあこういう風なキャリアの路線、逆算的にいけばいいんじゃないみたいなアドバイスができそうだと思いましたね。おお、うん、正解です、正解です。全部判断するということで、まあ、ちょっとこの動画が良かったよとか、ちょっとなんか自分も不安感じてるよとか、なんかそういった共感の思いがある方はぜひこの動画に高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ちょっとこのフリップ系の動画いいなと思ったら教えていただければ、また相良さんがやってくれると思うんで。そうですね、この印刷代だけちょっと恵んでいただければ。印刷代だけ、はい、そうですね、スパチャでスパチャ送っていただければ嬉しいんで、はい、ぜひいいなと思ったら高評価してもらえれば、再度やりたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、また次の動画でお会いしましょう。 See you next time、 バイバイ。キャリアアップを目指すならトップ集転職、現在トップ集では無料でキャリア相談を受け付け中です。こんな経歴のキャリアのプロが自己分析から面接対策まで1対1でご支援します。
現職になんとなくモヤモヤしている、自分の市場価値、選択肢を知りたい、こういった悩みを抱えている皆さん、ぜひ概要欄をチェックしてください。特集転職では20代の支援に強みを持つキャリアのプロがあなたの市場価値をプロ目線で分析し、最適な選択肢をお届けします。加えて YouTube では出せない転職ノウハウをもとに、自己分析から面接対策まで一気通貫でご支援します。キャリアアップしたいと考えている方はぜひ一度お気軽にご相談ください。転職活動をするか悩んでいる方も大歓迎です。ご応募は概要欄の公式 LINE から、数には限りがあるのでお早めに。皆さんの応募お待ちしております。